はい、こんにちは、まえチャンネルまえはらです。はい、今日はですね、はい、えいしんくんには何も伝えてないんですけれども、うん、パパのマジックを披露しようかなと思ってます。マジック、ここにですね、今ちょっと実は布がありまして、ここに、うん、はい、これスプーン、はい、スプーン曲げって知ってる？知らない、うん、マジックでスプーンこうやってやって、こうやってあーってやるとスプーン曲がっていくって。嘘、知らない？うん、同じだ。同じでしょ。はい、エイシンくん、あのね、ここちょっとこうやってやるとだんだんここ温まってきてふにゅって曲がったりするんだけど。はい、よし。じゃあパパでもそれいらないんだよ。え、いくよ、うん、パパはこうやってね、フォースの力をね、こうやってやるとね、曲がっていくの。いくよ。ほら、どう？曲がった。ほら、どうですか？切れちゃった。切れたでしょ。嘘、どう？パパのマジックすごいね。よし、Aちゃんもやってみて。曲がんない？曲がんない。おかしいな、パパ曲げられるんだけどな。そう、じゃあこれでやってみて。ね、それじゃできないんだよ、パパ。できないの？それでした？じゃあ今ちょっと目つぶっててもらっていい？うん、もう一回やろうか。うん、ちょっとズームしようか。うん、ズームしようかね。そしたらわかるでしょ。本当にちょっと怪しいな。ほら、見て、ほら、見て。ちゃん、ちょっとこっち来て見てくれる？いくよ。やっぱり曲がってる。ほらほら。え？ほら。ああ。どう？ああ。これ落ちた落ちた。どうですか？はあ。すごい。ということでですね、私はですね、こちらのワールドグレイテストマジックっていうですね、このツールを使って、エシン君には披露しました。うん。種はちょっと明かせない。え？だってさ、種明かすと、うん、皆さんさ、あ、じゃあいい、こう来なくていいよってなっちゃうからさ、そうするとこのか作ってる会社さんに怒られちゃうから、うん、もし気になった方はですね、これトイザラスでゲットしましたので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、エジン君には後で種を教えましょう。はい、はい、ということで、今日はですね、初めてかな、パパマジックを披露してみました。ちょっとびっくりした？うし、ん、すごいなと思った。本当に？よかった、うん、じゃあよかったわ。もう一つ実はマジックのやつありますんで、そのうち披露したいと思います。はい、はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。